ファンタジストは、日本の競争馬。主な勝倉は2018年の慶応杯2歳、ステークス、小倉2歳ステークス。馬名の意味は、無双化。2016年4月22日、北海道日高町のシャルファルムで誕生。立東、梅田智幸級者に入級し、2018年7月15日の、新馬戦で、竹豊を背にデビュー勝ちを収める。 二戦目の小倉二歳ステークスでは好位抜け出しの競馬で二着、アズマヘリテージにシンさん四差をつけて解消し、デビューに連勝での重賞制覇を果たした。現役時代にスプリント戦線で圧倒的成績を残した父ロードカナロアの3区としては2世代目で初のスプリント重賞制覇となった。3戦目の KO 杯二歳ステークスでは、 直線で内から伸びてきたウィルアウェイとの首の上げ下げの接戦をわずかに制して、世代初の重賞2勝馬となった。アサヒハイフューチュリティステークスでは、グランアレグリア、アドマイアマーズに次ぐ3番人気に支持されたが、外枠が響いて4着に終わり、初黒星を喫した。3歳初戦のスプリングステークスで2着に入ったことで、距離に目処を立て、クラシック路線へと進む。しかし、 札ツ賞では、中段のンを追走したが伸びずに13着に終わり、起乗した竹豊は、終わってみれば、距離かもしれませんねと2000メートルの距離を敗因に挙げた。次戦には、NHK マイルカップが選ばれ、距離短縮による挽回を目指したが、2戦続けての13着と、大敗。部は、札ツ賞が、ピークの調整だった文化も、と、状態面に敗因を求めた。 休養明けは、北九州記念から始動するも、パドックで寝転ぶ素振りを見せる、回収まで、気合が乗らないなど埋めだが、バカンスに来たぐらいに思っていたんとちゃうかなと語るほど、校長時の片鱗も見えない14着大敗に終わる。セントールステークスは、部に戦略があるため和田隆二が、天のりで帰場し、レコード勝ちのタワーオブロンドンには離されたが2着は、確保した。 スプリンターズ・ステークスでは、武豊が安城に復帰し、大外16番枠から V 枠1か8かのレースで積極的に先行するも、直線で失速して最下位の16着に沈んだ。初ダートの JBC スプリントを経て、11月24日の軽半杯に出走したが、レース中に急性心不全を発症し死亡した。 以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。